東邦大学はこちらをご覧ください。ここでは90年以上の歴史を持つ東邦大学の看護教育について紹介されています。看護学部で重視しているのが教養教育です。人間とは何か、生きるとはどういうことかといった自然、生命、そして人間の営みについて根源から学び、多彩な教養科目の中で豊かな人間性を育成しています。さらに地域看護の視点を養うため、地域社会とも積極的な交流を図っています。地域で生活する人々とその家族を理解し、地域における様々な場での看護の基礎を学ぶ動機づけの体験学習科目も用意。また国際的視野を広げるため、海外の歴史や伝統文化の知識を得るとともに、その国の医療施設の訪問なども行っています。そして近年注目を集めているのがこちらの感染制御学。世界で流行し問題となっている感染症に適切に対処するため、根拠に基づいた感染制御と予防措置を徹底して学んでいます。講義と実際の微生物を用いた実習を通して、感染症対策の基礎的能力を習得しています。ぜひ皆さんも人と社会に温かく関わる看護師を目指してみませんか？